カラフト民政書は1905年8月19日から1907年3月14日までカラフト開拓のために設けられた行政組織である。カラフトは1875年に明治政府がロシア政府と結んだカラフト、千島交換条約でロシア領となり、コルサコフに日本領事館を置いていた。しかし1905年に日露戦争における カラフトの戦いで日本軍がカラフト全領を占領し1905年8月1日前頭に軍勢が敷かれたが8月19日にこれを解除して内務省下にカラフト民政省を設置し当初は本庁を北カラフトのアレクサンドロフスク師匠を南カラフトのコルサコフに設置した同年8月29日の日露講和会議にて 北カラフトの領有権を放棄し、11月13日、カラフト国境を確定会議にて正式に、北、カラフトをロシアに譲渡したため、本庁をコルサコフにした。現地の行政は、民政長官の熊谷紀一郎がとり、公安の整備、鉄道の敷設と現地に住んでいた、アイヌロシア人の帰属や、北海道との定期航路、開拓に必要な人民の戸籍、衛生などを急ぎ進めた。 1907年3月14日、カラフト庁が設置されたことにより発展的解消を遂げた。ありがとうございます。